バックチャットはイギリスのロックバンドクイーンが1982年に発表した楽曲アルバムホットスペースに収録された作曲はジョンディーコンジョンディーコンはホットスペースのために彼の曲からロックの要素を取り除く妥協的な方法を選んだこの大胆な方法はバンド内での摩擦を引き起こした特にブライアン・メイはファンクの中に わずかなロックを残すように主張した。激論の末、バンドはバックチャットにギターソロを含むことを最終的に決定した。この曲は前衛シングルチャート40位を獲得した。また、この曲はロックのアレンジを加えた上で、早いテンポでホットスペースツアーで演奏された。バックチャットのタイトルは英語のイディオムであり、正一気で厚かましい特に高慢な返事を題材にしている。 ローリングストーン誌のアルバムレビューで、批評家のジョン・ミルワードは、この曲の音楽スタイルを、氷のダンスフロアのように滑らかなギタートラックのある、ホットなロックファンクの曲と評している。PV はメンバーらが、工場のようなところでパフォーマンスをしている映像である。バックチャット、バックシャスティングパワー、ステイングパワー、バックチャット、バックシャラスパラブラスデアモール、ラスパラブラスデアモール、バックチャット、 バックシャスティングパワー、スティングパワー、ありがとうございます。